ザ・スピン初公開です。下川チャンネル、皆さんこんにちは。下川チャンネルの下と川です。皆さん、パーソナルカラー診断って知ってますか？メタボリックシンドローム診断。確かに最近ちょっとね、太ってきたんですけど、そうじゃなくて、パーソナルカラーっていうのは、まあ、その人自身に合った色合いのことで、サロンとかに行ったらね、プロの方が、その人の肌とか瞳の色とかを見て、その人に合った色合い、パーソナルカラーを決めてくれる診断っていうのがあるんですよ。へぇー。で、ユエマってね、非自然光水闇の5色あるじゃないですか。最近やったら無色もあるで。その6色の中で私に似合う色はどれなのかっていうのをちょっとプロの方に診断してもらいたいなと。結構気になりません？これ今回はそちらをやっていこうと思います。いや、できたらええやん。なんやね。いや、じゃなくて診断料っていうのがね、それなりにかかるわけですよ。でも今カメラ回してるってことで、ケヒッショよっ。あ、じゃあいいけど、いいけどその文明色がどれが似合うか決めるってことだろ。やったらその決めてもらった色を今年1年絶対使うっていう縛りだ。1年、ちょっと待って、そうやって決まりー。え、 GP とかは？もちろん動画も GP も全部その文明カードが絶対入ってないと使えないっていう。あれるやん、1年めっちゃ長ない？ということで、本日お邪魔しておりますのはアンジュさんというサロンでございます。で、あなたは何なんですか？エシャンスアドバンテージの1号。この後の診断でもうこの1年使う色決まんねんで、やばくない？きつない？相手とかもさ、分かるわけやん。いや、でもまあそれでもちょっとやってほしいから。一応私自身パーソナルカラーの予想をしてきたんですけど、多分イエローベースの秋なんじゃないかなと思うので、多分一番似合うとされる文明は光なんじゃないかなと予想します。やから、あの光やったらロージアとかその辺が使えるから、まあ、それやったら嬉しいというちょっと期待込みで、基本的にはここのコスプのこの、はい、ところ。あ、わかりました。そうですね、ちょっといろんな色がね、こういうのも入れちゃうと入っちゃうので、じゃあ本日お世話になる担当の先生です。よろしくお願いします。お願いします。井上です。よろしくお願いいたします。最終的にちょっと難しいかもしれないんですけど、強いて言うなら、この色のカードがあなたたちには一番似合うんじゃないかっていうのを、井上さんに決めていただきたくて。できる限りちょっと全力で頑張ります。ありがとうございます。ごめんなさい。それでは本日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ザ・スピン初公開です。すごい、よく公開できるよね。そのパーツ的にはそこまで変わらんと思う、うん、そんな変わらんよね多分。うん、全然一緒一緒、うん、可愛くはないけどな、うん、びっくりしちゃうよみんな。待って、いちごさん、いちごさん嘘でしょ。いちごさん全然こからやが、もちろん本音こからよ。緑はそうですね、この人はこのちょっとこの赤とか黄色とかも水色も関係してきますか？どじゃ関係します。関係する感じですか？はい、ちょっとどっちかっていうとこの辺ちょっとシワカっぽい感じ、シワカってなるとやっぱりイエローベースの、この辺黄緑とかも入っているので、色のバランス的には春かなって感じが。スプリング、すごい。これがバラギアラっていうんですけど、これ基本的にまあこの緑で、この緑、秋の要素も春の要素もちょっと両方入るかなって感じなんで、秋少ないんでちょっと秋の方、でもどっちかというと馴染みで言うとここと馴染んでませんから、ここだとちょっと青色に比べて明るいですよね。ここだと全然浮きますよね。ここもちょっとやっぱこれ暖色系っぽいかなって、ここの中に寒色系の色に入るとここが一番あのしっくりこの辺の黄色。ヘブンズゲートは春。明るくてパッとしてる、うん、春の中でもね、割と明るいブライト系の色がよく似合いますだそうです。お疲れ様でした。ありがとうございます。診断結果は、とは春のタイプですね、イエローベース、スプリングの色がよく似合うという結果になりましたね。この辺の春の色か、はい、秋の色からの選択かなというふうに、はい、なってきますね。闇と水は基本消えたんですね、うん、そうなんですね、うん、赤結構お似合いだったので、こういう感じでグリーンも結構ねお似合いだった、赤とグリーンと結構お似合いだったので、うん、似合っている色だとちょっと秋っぽい色になってきても比較的お似合いになるかなと思うので、うん、この中から
しいって言うなら一番似合ってるのってどれか選んでもらうことできますか。色としては、はい、色としては、はい、なんかここ一番勝負色ってなると赤がおすすめ、赤がおすすめかな。おー、なるほどありがとうございます。はい、私、しも2020年はこちらの赤色、気分名を1年間使います。わー、勝負する際は、あ、こいつ全然トリガー持ってないなと思って、どんどん挑んできていいと思います。確かあれですよね、シルバーより私はゴールドとかの方が似合うんですよね。そう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 、 UGC もバッチリも、やっぱちょっとね、あの、優しくなりすぎるかな。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。私、シモが2020年の間使うカードはこちらの非文明ということになりました。で、まあ、この辺はね、非文明のメイン的なカードになってくるんですけど、細かい確認をしたいなと思います。まずこちら、デュエマには多色というカードがあって、これ、ほら、赤が全部入ってるんですよ。これはどうですか？まあ、それはいいやろ。れっきとした非文明入ってるカード。ナイス。今のデュエマに欠かせないカードといえば、これ、GR なんですけど、GR にだけ、非文明が入ってるっていうのはどうですか？それはちゃうやろ。あー、そりゃそういうデッキあるけどさ。え、ってことはもうこの辺の超次元だけ赤とかもダメってことですか？ないやっぱブラフで使わないけど入れる人もおるやん。なるほどな。じゃあメインに入ってたらいいってことはこの辺はどうですか？まあ、ドキンダムなんて39枚プラスこれですからね。どうですか？そんな逃げ腰でいいんか？やっぱメインカードっしょ。やっぱそっちも使わないけど置いてるって可能性もあんねんから。じゃあ、まあこのね、メインデッキに入れる通常カード1枚でも非文明が入ってたらいいってことですか？もう別にそれでもいいけど。おー、よかったよかった。リスナーさんたちがそれで満足するのかな。はい、ちゃんと名前書入れます。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。今年も世話になるぜ。ゴーゴーゴー、おいしゃー。